えー、で、で、何サビトとマコモは何なの <laughs> ダメだ。何言ってもなんかバカなこと言いそうな気がする。はい、どうも皆さん、こんにちは。カーマックスです。今日もアニメリアクションしていきたいと思います。えー、今日は「鬼滅の刃」の第3話ですね。えー、読み方が分かんないんですけど <laughs>、ちょっと待って。ちょっと第2話の予告で確認します。んサビトとマコモ サビトとマコモね、はいえー、第3話サビトとマコモこちら見ていきたいと思います、まあ、前回第2話の、えー、鱗崎左近寺で、えー、育て手となる、まあ、師匠となる鱗崎さんが出てきましたで山の試練を突破して、えー、炭治郎が嗅覚を使ってあとまあガッツですね、えー、なんとか 突破ししてさんに認められましたで今回から本格的な修行に入っていくと思うんですが、まあ、炭治郎は頭は回るそして足が速い鼻が利くその辺の、まあ、素養があるようですでそれを使ってどういう風な戦闘スタイルをま構築していくのかでもしかしたら禰豆子も鍛えてくれるかもしれないけど、まあ、鬼の指導はさすがに左近ジさんもしたことないだろうからで、まあ、自力がすごいからね、まあ、とりあえず根豆子は保留かな で、今回キーとなるのはこのサビトとマコモ。多分、人の名前だねサビトとマコモっていうのが出てきて、まあ、修行の仲間な気はするけど、やってっ感じになると思います。よし、じゃあ修行会見ていきたいと思います。ね、鬼滅の刃、本当面白いね。<laughs> 早く見ればよかった。で、本当早く見ればよかった。リアルタイムで、なんとなくさ、やっぱり入ってきてる情報があるから、あ、これかと思いつつも、やっぱり新鮮な感動を味わいたかったかなっていうのが非常にあります。 とりあえず見ていきたいと思いますはいエピソード3「サビトとマコモ」マコモマコトマコモあ日記ね炭治郎は日記をつけてるんだあじゃあまあ家族にね起こったこととか全部書いてるんだろうな今から始めたんかな前からで禰豆子はずっとこの竹の 猿ツはというか、をしていると。修、う、行、ん、ですね。ああオープニング、はあ。いや、鱗滝さんの声が、ジライアなのがいいな、すごい師匠っぽいわ。<laughs> えー、あ、そうか、えっ、ー、と、鬼滅、鬼殺隊か、鬼殺隊の修行が始まるのかな、これから。 でその仲間が多分サビトとマッコモみたいな感じかなうんでこれあこれかなあれいシシしでこれ何なの <laughs> でこいつ結構やばそうな感じするけどねあの顔に傷が入ったやつ。 ねず子は通常状態だとこの、まあ、理性がある感じなんだけど、飢餓状態というかに入ると、目がね、おかしくなっちゃうね。あ、そうか、これがグレンゲか。いやー、今俺は今鬼滅、鬼滅を見てるな、俺。<laughs> これまでずーっと本当になんかなんとなくで話し合わせてきたからさ、鬼滅知ってる人の。うん グレンゲもあんまりまともに聞いたことなかったし確か「紅白」出たんでしたっけ滅数百名のほうあ認められていないのね <laughs> あそうなんだあずっとある歴史あるんだ非公認だけどほうほうほう え、もしかして、富岡さんおあ、説明ね。主食は人間。うん。うん。うん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 やっぱり再生能力はすごいんだ。あー、とんでもない再生能力。頭から入ってたもんね。うん体の形を変える。あ。 やっぱり鬼っていうだから角生えるんかなあーやっぱ鬼殺隊は人間なんだ純粋なうんうんそうだよね回復とかもないんだろうしただの人間なんだよね多分ねなんかがなんかこう学生服じゃないけどさなんかこう 終盤の土方さんみたいないい感じの服着てた、ね、うんん育ての山って言ったね今ねあやっぱり鬼殺隊最終選別あ試験は別のところであるんだ あそれぞれのところで、はいはいはい、練習の山があるのね。で、テストを受けに行くんだ。なるほどね。あ、あ、あ、あずっとここではいはい、罠はあるんだね。そうだよな、ね、完璧じゃないもんな、まだ。うん、やっぱり命の危険を感じられるように。 ああ、やっぱり鼻すごいんだね。うわ、殺しに来てますやん。<laughs> やばこれミスったら死ぬぞまあ、だからこそ一回試したんだろうな。一回目こんな感じじゃなかったもんね、まだね。<laughs> あ、か炭治郎柄じゃん、この布団が。ねずこ一応寝るんだね。あの、鬼も。あ、刀あ、ついに いや、でもこれからメインウェポンだからさ。やっぱり素手じゃ無理だから。うん。あやっぱり勝手が違うからね。まあ、そこになれないと、やっぱり、鬼殺隊、鬼殺隊としてやっていくためには。<laughs> あ、素振り。すげえ、なんか、修行の王道やね。なんか古いね。<laughs> でもいいよ、いいよ。いや、こういうのこそ大事だって。最近、なんかないじゃん、あんまりそういうの、素振りとかさ。 アニメとか漫画でも修行のシーン。なんか地道に頑張ってる感じがしてすごいいいな。こう、好感持てるわ。なんか目覚めたから突然さ、もうこうなんなになっちゃいました、みたいな。ないでしょ。んあ、そんなリアルなとこもやってくれんのうわ、めっちゃ。は <laughs> 超丁寧。う、は、ん、あ。 それその使用者すごいあ,あやっぱり折れるんだねやり方によってはハッ <laughs> 大事な武器だからねうわーそこまで深掘りするアニメなかなかなくないか漫画というかさ原作漫画だよねもう終わったらしいけど刀の 性質までちゃんと描いてくれるんだ。あ、なんか、完成された感じがあるな。なんか、あ、いや、実力はまだだけど、あの、なんか見た目がさ、知ってる炭治郎の格好になった感じ。<laughs> ちょこちょこ入れてくれる笑いがすごいいい。すごい好き。おーおー そりゃそうだよ、師匠、とんでもない強いんだ。でも、このアニメ、本当に作画崩壊を起こせないな。さすが UFO テーブル。うん、本当に安心して見てられるわ。これも一つの大事な要素だと思うんだよね。物語にこう、没入できるというか。呼吸法あ、呼吸法あ、全集中の呼吸 ある水の型水の肩はあはあ、はあ、それが全集中の呼吸ゆったりとああ大地に根を張ってこうんでもこいとんあはははあ <laughs> ひでえよ息もクソもね <laughs> 教えてやって <laughs> バイオレンスうんう少しずつうまくなっていこうお <laughs> なんかさやってることはさ結構古典的なのよだけどこれだけのすごい作画でリアルに現代のでやられると「<laughs> 滝行ね」めっちゃいいなこれそうそう修行とはこういうものですよ古臭いね地道なね血生臭いねえお医者さんに見せて大丈夫え今さらってやったけどさ 大丈夫いやでもおばあちゃんだったからなっていう問題じゃないけど。ねすこう。まあ、これ見る感じあんまり鬼見た目と鬼って分かるわけじゃないのか落ち着いていればそんな人間と変わらんのか。なか見抜く方法もあんまないか。 角もないしな。<laughs> おー。すごい地道な修行をしてますね。炭治郎。うわどんどん殺しに来てるな。でも、着実に強くなっている。あー。そうそう。レベルアップしてね。どんどんね。刀の扱いにも慣れてきたね。んで、月日が経って。<laughs> はいはいはいあ1年 <laughs> マジでそんなたったんあまあそんくらい修行せんとねダメだこれまでだね麻痺してるからね他の作品でそうだよな1年はいるわなめっちゃ丁寧だな「鬼滅の刃」炭治郎ボロボロだし泥臭いね 努力したんだろうな相当うんうんあーなんか聞いたことあんぞ岩を切るてかサビトとマコモは語呂がいいから覚えやすいなサビトとマコモマコとマコモまあ普通切れんわ折れるわないやそうだよね あんだけさ、丁寧にさ、折れるとかさ、力の入れる方向がとかさ、言っといて、切れるのいや、まあ、そこは超えなきゃまずいか。そのレベルを。うん。あとはこれだけだ。これが最終、判断だよ。うん。教えてくれなくなったって言ったってことは、しばらく頑張るんかこれ。 まあ、あ、い、え、い、ー、よく折れんかったな。そりゃそうなるわ。これをどういう風うに切るか。また修行の日々だな。うん。繰り返しの修行大事ですよ。竹くらいじゃもう切れるようになったね。いくらでもね。全集中の呼吸はできるようになったのかな こううんんだろう呼吸してやるってわけでもなく身についてるんかな普段のもうすでに生活の中でうわボロボロ皮がないよもう今結構ショッキング映像じゃなかった <laughs> やば穴開いてますやん手にやばうん いやーうん。いや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 。うん。うん。一年頑張ってるからな頑張れ頑張れ頑張れえが、<laughs> うるさいって。ああ,あ,あこれが。 うん、お先輩かいや鬼殺隊かこれなんか羽織がいや違うかなうん「木刀と真剣それだけ力の差があるってことなんだろうな男の在り方を教えてくれるんか?」 鬼滅の刃、うん。師匠がいっぱいいるな。多分師匠だよね、これもね。教えてくれる人がいっぱい。炭治郎はな、まだまだ、墨売りだからな。ただの。うん、ここで一皮むけるために。 あそうそうそそこよ <laughs> そんなことを気にしするような段階じゃないんだお前はみたいな<笑>,笑っちまうな<笑><笑>怒ってますね <laughs> はいはい ああやっぱりそうだねあいやこいつは岩を切ったんだよさそりゃそうだよな先を行ってるんだもんなやばやば動きがめっちゃ早いこれはなんだ炭治郎もできるようになるのかやっぱ全集中の呼吸じゃない あ、やっぱりそうだよ。えー、ほらほらほら。あ、全一周中の呼吸はできていないんだよな、炭治郎は。あそうだよ。うん。うん。できてないんじゃん。あやっぱり。できてないんだ。あ一、あ、また半年経ったんだね。岩を切れずに。長っ一年半 ねずこは寝っぱなし。うあのさ、1話の富岡さんも2話の佐根次さんもさ、きついんだけど、ちゃんと的確に教えてくれてるから、すごいいいよね。あ男なら。いや、めっちゃいいじゃん。なんか、名前教えてくれませんあなた。 名前じゃないんかなあお追い詰められて強くなるかやっぱり、あえあ今日はさすがに無理かな。あやっぱり二人目だよ。やっぱこれがあれだよ。サビトとマコーとマコモ。あこっちは顔が見える。かわいいじゃん。花柄だし。 あひえあ、なんだ、膝まくりじゃなかった。なんだ、なんだとか言っちゃった。<laughs> えあ、おー、すっごい。<laughs> 炭治郎、すげえなー、お前。感じるものがあったんやな。ちゃんと見てたし。あーうーん、かわいい。 お、お、お、炭治郎あ、なんか初めて炭治郎が照れたのを見た気がする。あ、いいね。あれあ、まこもやっぱり。あ、じゃあさっきのがサビトだ。あ、サビトね。サビトとまこも。なんかどっかでなんか行った気がするんだよ本ほんと中途半端に鬼滅知識が。あ、指導してくれるんだ。 あれサビとはもう終わりあ、そうなんだ。うーん、尊敬されてるんだね。まあ、いい師匠、えああ、そうなんだ。完全に兄弟だと思ってた。うーん。うんああ、修行の山だから、 いやでもんうんうんうんはーはいはいはい細胞を活性化させるみたいなこと血流増加あの同じジャンプで言うとあうん うん、なんかちゃんとある程度ちゃんとさあの理由話してくれるから、まあ、現実じゃありえないんだろうけどちゃんと設定があっていいね全集中の呼吸ができるかどうかで今後の成長が決まるんだなうん 多分力量の方はある程度できてるんだよ。それに身体能力を上乗せできるかなんだよ。えってことは2年かあ、めっちゃ髪の毛伸びとる。一気に伸びたね。あ、あやっぱ、あサビトサビトよかった。サビトうん、あやっぱり認めたんだな。見てたんだ。どういうこの山なの んどういう環境なんだろうこれは。周りで見ててくれてるんか。また髪の毛が伸びたね。野生児っぽくなったわ。<laughs> かっこいいじゃん。全集中をさあ、極めたか炭治郎。あー来たね 血の巡りをよくしてあす,すげえ同じ領域に立ってるよしいけええあええおあ何回かやってるのかおおすげえじゃんやったね <laughs> あてか顔にも傷があるんだねああ 優しそうな顔してる、うん、うん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 まあずっと見てきたんだろうね炭治郎の頑張りをうん、ま、えっ、ー、とまこももよく教えてくれたんだろうね勝ってねあいつにもんん ごめんどういうこと？<laughs> ええー、んえー、っとえー、仮説だけどサミトとマコモはあの山のなんかこうシステムとシステム違う,な,うんなんか蜃気楼みたいなさいやでも実態あったよな。 なんか、育成システムじゃないけどさ。んいや、違うだ。んー <laughs> いや、だって、サビトを切ったと思ったら、岩を切ってたって言ったよね、今ね。ってことは、サビトの実態、んは、なんかった。ん <laughs> <laughs> ダメだ。何言っても、なんか、バカなこと言いそうな気がする。うーん。 うん、<laughs> ちょっと待って一旦予告見ましょうかうんとりあえずサビトとマコモは何だったんだろう先輩いやでも周りにいっぱいいるって言ったよねあ予告あ毎回こんな感じだよねジャンプから出てきたみたいなこれもしかしうん まこもかわいいね。成長したね。お。あ、そうなの <laughs> あ、今回は邪魔入らなかったね。<laughs> およし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 。今回、成長したね。あ、最終選別。あ、よっしゃ。じゃあ、えー、今回、 鱗崎さんとえっ、ー、とサビトとマコモによってえっ、ー、と修行をつけてもらったでいいのかな、えー、炭治郎がえっ、ー、と2年か2年の2年の修行期間を経て、えー、強くなって、まあ、最終選考選別に行くんですよね、えー、でで何サビトとマコモは何なの <laughs> で、鱗滝さんの面の下は見れるのかな今回、まあ、サビトの顔は見れたしね、マコモはもともと見てたしもう、面の下気になるよね。多分今回見せてくれるんじゃないかなこう旅立ちの時とかに。いやー、でも、すごい丁寧だよね。この「鬼滅の刃」まあ。全部総じて、あらゆるものが、まあ。修行のチーンとかもあの、刀の設定もそうなんだけど、あの人との、家族との,さあの描写とか、街の人とか、 一人一人がちゃんとキャラを持ってるしつながりがあるし描写されてるそれが。うんで今回、まあ、炭治郎が今まではただの炭焼き炭売りだったんだけれども、えー、斧を振りますだけだった。 なんだけれども修行によって刀を使えるようになり携えて戦えるようになり走れるようになり、えー、罠で危険を察知するようになり、えー、戦うものとして、えー、力量が増しましたね。で刀を、えー、携えて今後最終選別に向かいます。でこれで鬼殺隊になるんだねおそらくね。んで禰豆子は寝たまんまだけどどうなるんだろう てか、気殺隊、ん気殺隊に最終選別に行くんだよね。あのー、ねず子はどうなるのかな <laughs> お、いや、でも、ま、黙ってりゃ鬼ってバレないんかな。てか、まあ、ま、しょっていくし、もしくは連れていかないっていう線もあり得るから、とりあえず大丈夫と思おう。うん、とりあえず今回は、えー、最終選別ですね。まあ、次見ていきたいと思います。はい、というわけで、えー、今日は、 カズマックスのアニメリアクション、エピソード3、サビトとマコモを見ていきました、まあ。師匠ポジションがたくさん出てきたらすごく楽しいっすね。あの、炭治郎が成長していく過程がね、あの丁寧に描かれていてすごくいい。<laughs> ジャンプっぽい。地道に修行して強くなる。すごく好き。はい、ということでじゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。